これね、コンビニじゃもうどこにも売ってない。スーパーマーケットにね、二つ巡ってやっとあったから、スーパーマーケット。コンビニ5、6軒回ったけど、全く売ってないこれ。だからみんなもこれ、スーパーマーケットしか売ってないから、気をつけてね、これ。コンビニじゃ買えないから。超大盛りやつは買えん。いくら？ 200円だった。200円。いいんだよ。俺はだから、ね、具合悪くなってもこうやってエンターテインメントを提供していくから。みんなってさ、ね、俺が病気になって、ね、透析とかになったら面白いでしょ。それため俺は突き進んでいくよ。体調悪いけど今って。ね。俺はいつだって配信者でいたいんだよ。だから花火ください。やる気につながるんで。やる気につながるんで。花火だけくれたら俺は、ね、なんだって無茶だってするよ。なんだって無茶だってする。これから先、こうやって。で、これ閲覧戦いったらね、やりますんで。閲覧戦で開始なんで、よろしくお願いします。一応2つ買ってきたけど。2個買ってきましたね、一応ね。俺以上体張ってる配信者がいないけどね。ね。生きるすべてを見せて、ね。こうやってさ、不摂生して、ね。歩けなくなって、糖尿病になってさ、みんなのために俺がね、ニコニコ生放送時代だから、どれだけのことをみんなに、ね。人生業として配信してきたか。なのに花火一発しかないって何なんだよ、これ。ふざけんなよ。ね？笑えるだけね？俺のことは哀れんで笑ってさ、ね？今でもこれあざ笑ってさ、楽しんでんのに、花火一発って何なんだよ。ふざけんなよ、マジで。花火よこせや、やってよ。おい、よこせや、やけ。花火よこせや。マジでや。ねえ、クロ。ねえ。ほら、クロって言ってよ、これ。よこせって、ほら。なクロちゃん。ああ、今日な。クロもそうなの、そう思ってんの、クロちゃんも。ん？チュール？チュールだから花火一発でいいよ。チュール？おめえ。花火ないでちょ、黒は。チュル？おいおいおい。花火ないでちょ。花火ないでちょ、黒。黒稼いでないでしょ、今日は。まあ、ゼロ発だよ、黒。チュル？おめえ。まあ、ゼロ発でしょ、黒ちゃんは。ダメじゃ。ね、働かざる者食うべからずでちょ、黒ちゃん。ね、働かざる者食うべからず。クロちゃん働いてないんだから。ん？今日はね、来てないんだから、クロちゃんね。花火一発。クロちゃんね。それは無理だよ。チュール食べたいな。いや、チュールチュールしてもダメだよ。花火ないんだから、クロちゃん。ね？チュールね。食べたいの？クロ。チュール？え、チュールチュールして。でもね、クロちゃん。そんな甘い世界じゃないんだよ。ね？花火がなきゃ、チュールはあげられない。いや、かわいそうだったらてめえがあげろよ、たぬき85号てめえ。てめえがあげろよ。かわいそうなんだろ？てめえがよ、明日のよ、昼飯抜いても死なねえんだからよ、バカが。どうだろうがよ。何がかわいそうだよ。かわいそうだったらてめえの昼飯を抜いてよ、1000円投げろよ、花火、バカが。かわいそうとか言うと、ね。そんなこと思ってないくせによ、クズが。いらねえんだよ、ゴミがよ。黒木も怒ってるよ、俺。にゃーっつって。ねえ、黒。ねえ、黒ちゃん。こっちよ、匿名さんです。黒ちゃんにチュールあげて。僕
う一発じゃ勝てないよ。もう一個。ジュールでもう一個ください。一個じゃ僕は食えないよ。イスミラさん、僕のチュールってこんなに安いの？一個で僕のチュールだろ？二個でしょ？そんな安く見てんの僕のチュールに。ふざけんじゃねえよ、ゴミが！なるほどね。そんなね、一個じゃ黒雪のチュールギーは見られないよね、うん。あ、バーダック BTS さん、初めての方だ、これ。ありがとうございます。バーダック BTS さん。でもこれ、コメントでね、チュールって書いてある、これはまた違うのかな、これは。バーダックさん、ありがとうございます。初めての方。ありがとうございます。まあ、これはまあ違う花火かな、これ。俺にくれた花火かもしれないから。で、ちゃんとね、チュール見たい方、チュールって書いてある、コメントで。うん、だってこの人、黒雪のあんま好きじゃないかもしれない。黒雪ファンじゃないかもしれないし。うん。そう。だから、もう一発かね。だから、ちゃんと、次は、投げるときはチュールってやれば、ちゃんとチュールタイムになるから。うん。無駄じゃない。だって、俺のためにくれたんだから。俺のね、こういつもの配信、人生業を見て投げてくれた。チュール、これ落ちねえ。チュール何で食べるかなじゃ。チュール落ちねえ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 。はい、シュシュシュ。はい、これ、こっち、いけな。はい、シュシュシュ。これ、落ち着いた、これ。落ち着いたな、これ。えぇ？ちょっといいのかい？ユイガのね、あいつはもう根っからのクズだよ、ユイガは。あいつはもうね、クズが染みついてる。うん。俺もクズだよ。人間としてクズだけど、ユイガは、もっとクズだから。あいつは。うん、もうだって、で、人の財布とかさ、盗んだりするんだよ。うん。ね、毎回ね、彼女の財布から金盗むんだよ。ありえなくない？彼女の財布とか。もう人間として終わってるよね、あいつは。ユイガとか。うん、ねえ、まあそうだよね、黒。ユイガね、終わってるね、黒ちゃん。ねえ、黒。ねえ。いや、あいつはもうね、人として終わってる。マジで。で、数々の、ね、犯罪利益あるじゃん。前科13犯だっけ？ 13 犯。うん。前科13犯。香川と結衣が、まあ、どっちもゴミだからな。うん。香川も、ね、クズだからな。反社会組織的だってあるね。汚ねえさ、ドラゴンの入れ墨入れてんじゃん、香川だって。その点、ユイガはまあ入れ墨入れてないからね。うん。で、あと、なんだっけ？女に、お風呂場で香川が女に、ションベンをかけてたのね。動画とか上げてさ。ね。そんなことばっかやってんだよ、香川だって。15日の結衣が一時で予算できんなんですか？なんかわかんない。できんらしいけどね。な、高橋が許可出したって話だけど。うん。会社儲かってないでしょ。うん。会社経営してても儲かってないじゃん。会社っていうのはさ、儲かるために、どんどんこう実績を積み上げて、上を目指さなくちゃいけないんだよ。だけど、香川の会社ってただあるだけじゃん。儲かってなくて。香川バーなんか儲かってねえよ。全然。あんなの、ね、従業員の、給料だけで終わりでしょ。うん、香川おしっこプレイ好きなんだ。うん、そう。おしっこプレイ好きだね。あ、大花火です！誰？大花火1個。
大花火あります。あ、初めての穴かな？クロちゃん。チュル？は？チュル？わあ、チュル。来たよ、クロちゃん。大花火。大花火来た、クロちゃん。お花火来たよ、クロちゃん、チュル。あ！クロちゃん。チュル食べんな。チュル。鶏ささみ味食べんの、クロちゃん。鶏ささみ味、クロちゃん。チュチュ。はい、チュチュですね。チュル食べんな。こう、和製さんがまたね、チュル。和製さん、チュル100個ぐらいくれた。ねえ、クロちゃん。クロ2って100個ぐらいくれたんだよ。ねえ、クロちゃん。ん？あ、俺だめな。チュル？チュルクロ。あ！あ、イカちゃんさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます、イカちゃんさん。イカちゃんさん、いつもありがとう、花火。うん、ありがとうございます。うわ、くでて、チュー食べな。チュー？チュー食べなくだ。はぁ、くだ。チュー。あぁ。おじいの声チキチキって言うチキチキ不思議だな、クロはぁ、ちゅうちに行くじゃこうやったね、クロ大花火一個と花火一個ありがとうでこちゃん花火三発稼いだね、クロちゃんね、今日も。